こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。ドラマ幸せのエチュードのロケ地をクイズ形式で紹介する動画の第3弾です。今回が最終回となります。まだ第1弾、第2弾をお楽しみいただいていない方はまずはそちらからご覧ください。もう終わってしまうんですね。はい、クイズのルールはこれまでと同じですが、念のために説明します。ロケ地の写真を5秒間表示するので、その間にどのシーンで使われた場所かを考えください。5秒後にどのシーンで使われた場所なのか正解を発表し、その後どこにあるのかなどをお話ししていきます。クイズは全部で6問です。全問正解目指して頑張ってください。なお概要欄にロケ地の場所のリンクがありますので、詳細を見たい場合はクイズが終わった後にご確認ください。また今回は問題数が少ないこともあり、あえて避けてきました。京都のロケ地紹介をクイズの後に行います。こちらはクイズ形式ではありませんので、リラックスしてご覧ください。ではクイズを開始します。1問目、ここはどこでしょう。正解は、ジーミンが母親の遺書を受け取った場所です。台北 MRT、新天厳駅の近くにあります。完全に逆のアングルになってしまっているので、1問目からわかりづらかったですよね。そうですね。ここに会社名は書いてあるので、場所については間違いありません。わかりました。次に行きますね。2問目、ここはどこでしょう。正解は、ジーミンの母親が食事をしていた場所です。台北 MRT、ジョンシャングオジョン駅の北にあります。なお、Google マップだと、位置が少し間違っているので注意してください。書いている通り、道の逆側が正しい位置です。これとは別のアングルの比較もしますね。お願いします。ジーミンが立ち去っていくカットですが、奥の方にある看板のあたりを比較してもらうと、わかりやすいかなと思います。それぞれ大きく表示しますね。こっちが Google マップで、こっちがドラマ映像。Google マップ、ドラマ映像。おお、確かに同じですね。では次に行きます。3問目、ここはどこでしょう。正解は、ボーエンがシンガポールから帰国後にジアインと食事する予定だった場所です。台北 MRT のジョンシャオブンフア駅の南にありました。ありましたということは、今はもうないんですね。はい、2020年1月末に閉業したようです。アングル的に少々わかりづらいとは思いますが、 Google マップの方の写真だとこの辺りにジアインが座っていたことになります。続きまして4問目、ここはどこでしょう。正解は、ジアイン、ダーハー、ボーエン、ケンジの4人で食事をしていた場所です。台北 MRT、ジョンシャン駅の北東にあります。ちなみにドラマ映像は、食事を終えて帰っているカットです。念のために店内の写真の比較もしてみますね。お願いします。どうでしょうか。奥の壁の感じとか同じですよね。そうですね。同じですね。はい、では次に行きますね。5問目、ここはどこでしょう。正解は、ジアインとダーハーがお酒を飲んでいた場所です。台北 MRT、ジョンシャオシンション駅の北にあります。あまりいい写真が見つからず、比較しているカットがいまいちなんですが、シーンとしてはジアインの誕生日を祝って、二人でお酒を飲んでいるところです。ああ、このシーンでしたか。はい、早いですが次が最終問題です。6問目、ここはどこでしょう。正解は、ジアインが勤めている会社です。台北 MRT、台北小十段駅の西にあります。
この建物が映った後に会社の中のシーンに切り替わる、というパターンがこれまでに何回かあったので、前々から会社がある設定の場所なのかなとは思っていました。ドラマ終盤に屋上のシーンがあったことで、その設定が決定的になりましたので、問題にしました。クイズは以上です。何問正解できましたか？この後は京都のロケ地紹介をお楽しみください。ではここからは、京都のロケ地紹介をしていきます。表示している5箇所を紹介していきますね。わかりました。最初はジアインが泊まっていたゲストハウスです。ちなみにこれは、望遠がお金を届けに来たシーンです。ここは京阪本線の清水五条駅の南にあります。Google マップで見るとこんな感じです。どうですかね？一致してますよね？確かに一致しています。ありがとうございます。次はジアインが怪我をした場所です。ここは JR、佐賀嵐山駅の北西にあります。Google マップで見ると、このようになっております。念のため並べてみます。次に行きますね。怪我をした後、湿布を買っていた場所です。ここは地下鉄東西線、東山駅の南にあります。Google マップだとこんな感じです。望遠が店の横を歩いていくカットの方が、比較としてはわかりやすいかなと思います。次はジアインが望遠に偶然会った場所です。京阪本線の清水五条駅の南にあります。ちなみにゲストハウスとは近い距離にあります。Google マップで見るとこんな感じです。味のあるいい場所ですよね。ですね。そして最後に、ジアインとジーミンの二人で行ったお寺です。佐賀の観光鉄道のトロッコ嵐山駅の北にあります。Google マップはこんな感じになっています。季節は違いますが、同じ場所なのはわかるかと思います。そうですね。また、ドラマのタイトル画面も、この場所で撮影されたものですね。そして最後に、ドラマのエンディングで、二人が座っていた門の写真も並べておきます。紅葉がすごく綺麗な場所のようなので、これからの時期に行ってみるのもいいかもしれませんね。以上で幸せのエチュード、ロケ地紹介動画は終わりです。これからもこんな感じで台湾のことを発信していきますので、この動画を気に入っていただけた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。